イングランド対スコットランドの試合におけるスクラム。ラグビーユニオンにおいて、スクラムは、軽微な反則後に試合を再開する方法である。スクラムには、それぞれのチームから8人の選手が参加する。8人の選手は3列の隊列を組み、相手チームの最前列のフォワードと組み合う。この時点で、ボールが2チームのパックの間の隙間に投入され、ボールのポゼッションが争われる。 恋にスクラムを崩したり、スクラムに正しくボールを入れなかったチームは反則を取られる。スクラムが与えられるのは、前にボールを落とした時、前にボールを投げた時、ボールがラックあるいは、モールといった密集状態から出てこなくなった時である。スクラムの身体的性質から、特に前列で怪我が起こりうる。ラグビーユニオンのスクラムにおける選手の相対的位置。スクラムを準備するために、 それぞれのチームの8人のフォワードは3列になり互いにバインドする。フロントローは2人のプロップと1人のフッカーから構成される。ルースヘッドプロップが左、フッカーが中央、タイトヘッドプロップが右に並ぶ。背番号3のタイトヘッドプロップは頭と肩を相手チームのフッカーとルースヘッドプロップの間に入れることから名前が来ている。対照的に ルースヘッドプロップは、スクラムの外に、片方の肩が出ている。三人はきつく密着し、フッカーとそれぞれのプロップの間には、隙間がない。競技規則によれば、スクラムにおいて、プレイヤーが味方のプレイヤーにワインドするときは、手から肩までの腕全体を用いて、味方のプレイヤーの胴体の脇の高さかまたはその下の部分をつかまなくてはならない。 適切なバインドに失敗すると反則となり、相手チームにフリーキックが与えられる。二人のセカンドローフォワードは互いにバインドし、フロントローの後方から、それぞれがプロップとフッカーの間に頭を入れる。彼らはより一般的にはロックと呼ばれる。バックローは二人のフランカーと一人のナンバー8からなる。フランカーはスクラムの両サイドにバインドする。一般的に セバン号7のフランカーはオープンサイドフランカーと呼ばれ、セバン号6にフランカーはグラインドサイドフランカーと呼ばれる。オープンサイドとグラインドサイドはそれぞれピッチの広い側と狭い側を意味するオープンサイドフランカーの仕事は、次のラックあるいはモールにできるだけ早く取り掛かることであり、そのため大抵そちらの側にバインドする。ナンバー8は2人のロックの後方から間に頭を、 入れてバインドする。スクラムを作るために、二つのフォワードパックは、互いの腕の長さの範囲内に接近する。レフェリーが、クラウチと命令すると、向かい合った、フロントローは、背中がグラウンドと平行に、頭と肩が腰よりも低くなるように身をかがめる。次に、レフェリーは、バインドとコールし、プロップは、外側の腕を、相手のプロップの腕の内側にして、 相手のプロップのジャージの背中、または脇を掴み、相手のプロップとバインドしなければならない。この命令により2つのフロントローが離れすぎないようになる。最後に、レフェリーは、セットと言い,い、2つのフロントローが衝突する。この時、双方のフロントローは、タイトヘッドプロップの頭を、相手のフッカーとルースヘッドプロップの間に入れて押す。次に、 プロップは相手のプロップのジャージの後ろ側あるいは横を掴んでバインドする。ポゼッションを持つチームのスクラムハーフは次にボールを2つのフロントロー間の隙間に投入する。この隙間はトンネルと呼ばれる。2人のフッカーはトンネル内のボールを足で後方にフックしてポゼッションを争う。全体のパックは相手のパックを後方に押しやろうとする。 ポゼッションを得た側は通常スクラムの後ろへボールを移動させる。ボールが後ろへ移動するとナンバー8あるいはスクラムハーフが拾い上げる。ここからボールはインプレイになりボールを保持する選手はラン、パス、キックのいずれかを行う。まれにフォワードがスクラム中にボールを保持したまま相手を後ろに押し込もうと試みることがある。スクラムの間にやって良いこと。 やってはいけないことの詳細に関しては大量のルールが存在する。これは主に安全面での理由からであり、もしスクラムが適切に実行されなければ負傷する可能性が高いためである。ルールの大半はフロントローの動きに関するものである。フロントローは傾かずにまっすぐエンゲージしなければならない。タイトヘッドプロップが斜めに組むと相手のフッカーの動きを制限してしまう。 同様に、ルースヘッドプロップが相手のタイトヘッドプロップの胸を押すと、相手の体がスクラムから飛び出てしまう。これらの反則にはペナルティが与えられる。フロントローの選手は体をねじったり、相手を引き込んだり、その他スクラムを崩す、可能性のある、いかなる行為も禁止されている。また、相手を上側に押してはならない。最後に、バックローはボールがスクラムを離れるまで、 バインドしていなければならない。フランカーにとって、これは一方の腕を肩より上に上げて、スクラムに接触することを意味する。ナンバー8はスクラムが終了するまで両手で、スクラムに触れていなければならない。その他のルールは、スクラムハーフと彼らが、どのようにボールを投入するかに関するものである。スクラムハーフがボールを投入するとき、スクラムは安定、静止。 そしてゴールラインに対して平行でなければならない。差もなければ反則を犯していないチームに対してフリーキックが与えられる。スクラムが条件を満たしていれば、スクラムハーフは直ちにボールをスクラムにフィードしなければならない。リフェリーはしばしばチームを注意し、注意が聞き入れられない場合は、相手チームに対してフリーキックが与えられる。ボールはトンネルの中央に、 グラウンドとタッチラインに対して平行にフィードされなければならない。ボールは素早く一挙動で投入されなければならない。これは投入するふりができないことを意味する。ボールがスクラムハーフの手を離れるとスクラムが開始される。フロントローは大抵スクラムの最もがっちりした選手である。フッカーはフロントローやトンネルの狭い領域内で下半身を操作するために 通常プロップよりも体格は小さい。プロップとロックはどちらも強い必要があるが、ポジション選択の主な基準は異なる。プロップはポジションの争いと前への推進により直接的に関わるため、強さと重さが最も重要である。ロックもスクラムを押す役割を担うため強さは必要である。しかしながら、フロントローの選手よりも高さが重要になる。ロックは 実質的に常にチームで最も長身の選手である。ロックはラインアウトにおいてボールのポゼッションを争う役割を担う。フランカー及びナンバー8はスクラムを押す役割は他よりも小さく相手がスクラムに勝った時に相手のハーフバックを素早くタックルあるいはカバーする役割のためによりスピードが必要とされる。スクラムの力のおよそ40%は フロントロー自身から生み出される。ほとんどのプロチームにおいて、フォワードパックの総体重は少なくとも 800kg ある。スクラムは数多くの状況において与えられる。最もよく見られる状況は、ボールをノックオンあるいは前にパスした時である。スクラムがコールされるその他の状況としては、選手がうっかりとオフサイドであった時と、 ボールがラックやモールから取り出すことができなくなった時である。最後の状況以外は反則を犯していないチームがボールをフィードする権利を得る。ラック内からボールが取り出せなくなった時は、ラックにおいて前方への勢いを持っていたチーム側にフィードの権利が与えられる。モールでボールが止まった場合は、スクラムはモールが開始した時にポゼッションしていなかったチームに与えられる。 より重い反則の場合、チームはペナルティーキックあるいはフリーキックではなくスクラムを選択することができる。これは攻撃側が相手のゴールラインに迫っており、バックスによりスペースを与えるために相手のすべてのフォワードを一箇所に集中させたい時に起こる。また、スクラムのままゴールラインを越えてプッシュオーバートライを決めたいと考えることもあるだろう。プッシュオーバートライは ボールがゴールラインに触れた瞬間に起こりうる。これは競技規則においてスクラムはインゴール内ではなくフィールド内でのみ存在すると定義されているためである。故にボールがラインに達するとすぐにスクラムは消滅し、どの選手でもハンドリングインザスクラム反則を犯すことなくボールをグラウンディングすることができる。しかしながらスクラムは ゴールラインとタッチラインから最低5メートル離れて開始されるためプッシュオーバートラインが起こるのは稀である。これはプッシュオーバートラインが起こるためにはスクラムが崩壊することなく一方向に数メートル進まなければならないことを意味する。スクラムの崩壊あるいは不適切なエンゲージはフロントローの選手の怪我や首の骨が折れることさえあるためラグビーにおいて最も危険な局面である。 この理由から、怪我を避けるために鍛えられた選手のみが、フロントローで、プレーできる。チームに、十分なフロントローのスペシャリストがいない場合は、すべてのスクラムは、アンコンテステッドスクラムとなる。この状況では、パックは、エンゲージするが互いに押すことはせず、ボールを入れたチームが楽にスクラムに勝つ。最近、イギリスの著名な外界が、 その危険性から争うスクラムを禁止すべきであると呼びかけた。しかしながら争うスクラムには非常に強い支持が存在する。ラグビーセブンズにおけるスクラムラグビーユニオンの多くの要素と同様にスクラムはこのスポーツの考案以来変化してきている。スクラムに関するルールの多くが変更されている。これらの多くはかなり頻繁に変更されたため、 常に長期間影響があったわけではない。そもそもは、セット、スクラムと、ルーススクラムの間に違いはなかった。スクリメージの権利を得た側は、単純に一人の選手が、グラウンドにボールを置き、試合を開始した。スクリメージ、スクラメージとなるのは、ボールを保持する選手と相手との間で、硬着状態となった場合であった。スクラメージは、今日のラックとしても生じた。 初期のルールでは、スクラムの内と外の選手の間に、明確な区別はなく、スクラムにバインドする選手も必須ではなかった。ラグビーの初期ルールは、ローズ・オブ・ザ・ラグビー・ユニオンとして、再生分化された後でさえも、スクラム中の選手の目的は、相手のゴールラインに向かって、ボールをキックすることであるとされていた。この情項は、 19世紀末に慣習が変化した後でもおよそ20年間残っていた。長い間、選手にはスクラム内で具体的なポジションはなかった。当時はファーストアップ、ファーストダウンメソッドを採用していた。1905年の初代オールブラックスは特殊化したスクラムのポジションを導入したとしばしば言及されるが、1888から1889。 ニュージーランドネイティブフットボールチームは実際これを実践していた。同様にネイティブズの一員であったトーマス・エリソンは2から3から2スクラムフォーメーションを考案した。この7人式スクラムは1932年にルールで禁止されるまでニュージーランドで非常に人気があった。スクラムに参加しないもう一人の選手はウィングフォワードと呼ばれ、 この選手の仕事はスクラムにボールを投入することであった。ウィングフォワードは相手のスクラムハーフを妨害することについて頻繁に避難されており、このため国際ラグビー評議会は二人式フロントローを禁止した。20世紀後半までスクラムには3から2から3、3から4から2、3から3から2など多くの配置が存在した。1906年のスプリングボックスは 3から4から1フォーメーションを利用した最初の代表チームとなった。南アフリカ共和国では、スプリングボックスのフェアリーヒートリーが1901年に、ケープタウンのビレッジャーズラグビークラブにおいて3から4から1フォーメーションを開発し、同僚のパディ・ケリリンが1906年の南アフリカ代表のイギリス遠征で使用し、ステレンボッシュのコーチバスマーク・マーカターがその後に、 完成させたとされている。マーカターと弟子のダニエ・クレーバンに強く勧められ、南アフリカは1949年まで二3の4の1スクラムフォーメーションを完成させた。フッカーは非常に緩くバインドし、ボールがスクラムに投入されるとすぐに足でボールを得ることができるように体を振ることができた。二人のロックはフッカーがこの動作を行いやすいようにフッカーを押さなかった。 これによって対戦相手はスクラムの後方へボールが掻き出される前にボールの近くのどこにも近づくことが非常に困難になった。この時にルースヘッドとタイトヘッドという用語がラグビー用語に加わった。その後ずっとボールを投入するチームが大きな優位性を持ち、より頻繁にボールの争奪に勝利するようになった。1960年代。 ルースフォワードがバックプレイで持っていた影響を制限するためのルール変更が行われた。当時、スクラムにバインドする義務はフランカーにはなかった。オフサイドラインはスクラム中にボールがある時でさえもボールの位置によって決定されていたため、ボールがスクラムの後方へ出た時、スクラムハーフには相手側のフランカーとスクラムハーフがボールと共に近づくことができていた。 新たなオフサイドラインはスクラムの最後部の足となった。相手のスクラムハーフのみがこの地点へ前進することができ、すべてのフランカーはスクラムの最後部の足の後方に止まっている場合を除いてはバインドし続けなければならなかった。また、スクラムハーフだけでなくナンバーイトもボールをスクラムから引き離すことができるようにルール変更がなされた。1996年頃、 オールブラックスはフッカーがボールを打つと同時にパックがスクラムを押す戦略を考え出した。これはフックされたボールを得ることを意味するだけでなく相手のパックがオンサイドのままでいるために交代しなければならないことをも意味した。結局他のチームもオールブラックスが何をやっているかを気がつき真似をした。リフェリーはスクラムへまっすぐボールを投入することを強要することを止め、 その結果スクラムハーフはボールをスクラムのより自チーム側に投入するようになった。相手側のフッカーはボールをフックすることを諦め、その代わりにスクラムを押すことに集中した。これによりスクラムはボールのフックと押し合いの争いから力による押し合いの一つへと変化し、スクラムの崩壊が増加することとなった。2007年、スクラムのエンゲージを制御する試みとして、スクラムの組み方が クラウチ、タッチ、ポーズ、エンゲージの4段階へと規則が改正された。これ以前は、それぞれのプロップに相手のプロップの肩をタッチする義務はなく、2つのフロントローカンの距離はより離れていた。新たな規則は、フロントローカンの距離を修正し、その結果、エンゲージからの衝撃の力を減弱させた。このルール変更の理由は、 フロントローの選手の深刻な首の怪我の数を低減させることであった。イブは争わないスクラムを排除する試みとして2009年に規則をさらに変更した。2007から08シーズンの初め、イブはフランスにおいて以下の新ルールの施行を認めた。施行前の最後のシーズンにおいてフランスの一部から三部の145試合が争わないスクラムで終わっていた。 2007から08シーズンは同じカテゴリーの994試合中、争わないスクラムで終了したのはわずか2試合のみであった。2009年7月、イブはこれらのルール変更を国内大会において導入することをすべての加盟協会へ許可し、また国をまたいだクラブ間や地域間の大会においても参加するすべての協会の承認を得て、 これらの変更を導入することを許可した。2012-2013シーズンからイブは主権的な規則改正を発表した。それらのうちの一つはコールの順番であった。レフェリーのコールがクラウチとタッチで始まることは変わらなかったが、エンゲージがセットという命令に置き換えられた。ポーズのコールはスクラムの時間短縮とスクラムの崩壊によるリセットを 最小化するために外された。2013、2014シーズンの時点で、コールは、クラウチ、バインド、セットへと変更されている。この変更により、プロップはパックがスクラムを押すのを、許可される前にバインドしなければならず、エンゲージの際のパック間の衝撃が減弱される。イブは、この変更で、トップレベルの大会において25%まで、衝撃が減ると期待されている。 と述べた。スクラムの組み方の変更に加えて、イブは、レフェリーに対して、現行の規則、特にボールが投入する前に押すことの禁止とボールをまっすぐ投入することを守ることを正しく適用するよう求めた。ありがとうございます。